はい、皆さんこんにちは。私は伊東塾司法書士検科講師の関信俊と申します。よろしくお願いいたします。こちらはですね、はい、司法書士過去問向上委員会の第8話、株式の分割が株主に不利益となる場合とはという回になります。はい、早速なんですけれども、本日もゲスト向上過去問の方ですね、ご紹介していきたいと思います。はい、本日のゲスト向上過去問はですね、こちらです。前回に引き続きまして、商法、会社法ですね、平成20年第31問の足のうになります。読みますと、株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められる時があると、いう問題ですね。こちらで取り上げているこれまでの過去問と比べると結構短めの足ということになると思うんですけれども、この短めの足の時ほど注意が必要ということになるんですね。与えられているものがですね、絞られていないので、いろいろな論点をですね、自分でこう思い巡らせて、ああそうだったかな、こういうことなかったかなとかって考えなきゃなんないんですよね。文章が長い方がですね、論点絞られてるので、割とすぐに誤りとかね、見つけやすいんですけれども、短い足ほど要注意と、そういうことになるかと思います。はい、それではですね、順を追って検討していきたいと思うんですけれども、まずはですね、前回もですね、株式の併合と株式の分割、比較しながら検討しましたので、今回ももうちょっとですね、幅広く株式の併合と株式の分割について、比較をしておきたいなというふうに思うんですね。で、まず、はい、今回は問題になってないですけれども、株式の併合の場合だったらどうだったかというと、株式の併合というのは出資単位が大きくなるということですので、譲渡がしにくくなりますよね。前回、5万円の株式2株だったのが10万円の株式1株になるっていう事案をお話ししましたが、5万円の株式2株であればですね、5万円ずつ、5万円出資できますよっていう人に、譲り受け人に対してですね、譲渡することができたのに対して、10万円の株式1株だと10万円出資できる人にしか譲渡ができないということになりますよね。そうすると、譲渡がしづらくなるので、これは、株主にとっては不利益だなと、いうことになりますよね。で、したがって、株式の併合の決議要件についてもですね、株主にとって不利益である以上、株主総会特別決議というですね、非常に厳格な手続きですね、これが要求されていたんだと、いうことになります。で、それに対して、今回問題になっている株式の分割の場合はどうかというと、これはですね、株式の併合の逆ですから、出資単位が小さくなるので株式の譲渡はしやすくなりますよね。先ほどの話の逆で、もともと10万円の株式を1株持っていたところ、それが5万円の株式2株になればですね、5万円出資できるっていう人に譲渡できるわけで、もちろん10万円出資できる人にも2株という形で譲渡すればいいわけですので、これは様々なパターンで譲渡ができるという意味で、株主にとっては利益ということになりそうですよね。で、したがって、決議要件についてもですね、はい、取締役会設置会社であれば取締役会決議、非取締役会設置会社であれば、株主総会普通決議で良いということになりまして、緩やかな手続きでそれをすることができると、いうこととされているわけですよね。で、したがって、基本的にはですね、株主にとって株式の分割は利益な事柄なのかな、いうことなんですよね。で、株式買取請求っていうのは不利益っていうことを考えて認められるわけなので、どうなのかな、株主のって利益だったらいらないんじゃないのというふうに思うかなと思うんですね。で、ただ、併合と分割共通の事柄として波数が生じるかもしれないじゃないかってことがあるんですね。で、前回、検討したこととも重なるんですけれども、波数が生じるとそこの部分が株主の地位が株式が消滅するということになりますので、それが不利益ではないかということですよね。で、確かに株式の併合の場合にはですね、波数が生じると株主の地位自体を全く失ってしまうと、いう可能性があるんですね。これは相当不利益だなと。例えばですよ、2株を1株に併合するという事案において、もともと1株しか持ってなかったという株主はどうかというと、これ 0.5 株ということになりますからね。で、そうすると、前回もお話ししましたように 0.5 株については、それを合計した波数を合計した株式を売却した代金ですね、これをその波数に応じてですね、代価という形でお金の保証自体は受けられるんですね。でだけれども、もともと1株しか持ってなくて、1株でも持ってたからね、株主の地位を有していたわけなんだけれども、これが0.5 株になると、結果ですね、代価の保証は受けるかもしれないけれども、株主の地位自体を失ってしまう、いうことになりかねないんですね。で、これちょっとマイナス的な感じで説明はしましたが、いわゆるですね、キャッシュアウトというような形で、少数派の株主をですね、整理するような形で、実際に行われたりということがあるわけですよ。で、それはそれで場合によってはですね、必要なこともあるのかもしれないけれども、今の話聞いて分かる通り、少数派の株主を排除するということにですね、利用されかねないという不都合性があるんですね。で、そこで、前回やったことなんですけれども、一定の場合にはですね、これ株式買取請求が認められますよと、特定の波数が生じる場合ということで、前回ちらっとお話をしたかと思います。で、それに対してですね、今回問題になっている株式の分割の場合なんですけれども、確かに波数が生じると、株式の一部が消滅してしまうということはあるなということなんですが、併合と違う点としてはですね、株主の地位自体を失ってしまうということはありえないと、いうことなんですね。で、例えば2株を3株に分割すると、ちょっとややこしいかもしれないんですけれども、2株を3株に分割すると、そういう事案だったとすると、1株を有する株主はですね、これ 1.5 株っていうことになりますよね。で、そうすると確かに 1.5 株のうちのその 0.5 株分のところは波数になりますので、ここは代価の保証を受けた上で消滅と、いうことにはなるんですね。で、しかしもともと持っていた1株自体が消滅してしまうということはないですよね。要するに株式の分割をすることによって、ある株主の株主たる地位自体を全く失わせてしまうと、いうようなことはですね、これはできないわけなんですよね。したがって、確かに株式の分割、波数が生じた場合、全く不利益ではないとは言い切れないわけなんですけれども、でも、株式の併合の場合と比べると、その不都合性は小さいのかなと、前提として代価の保証は受けられますからね。で、そうすると、じゃあ先ほどの足なんですけれども、買取請求、株式の分割で買取請求認められる場合なんてあるのかなと、いうことになると思うんですけれども、これは実はあると、いうことになるんですよね。で、それはどういうことかと言いますと、これはですね、種類株式発行会社の場合だと、いうことです。先ほども申し上げたんですけれども、短い足の中でですね、種類株式発行会社の場合まで思い浮かべて答えなければならないと、いうことなわけですよ。で、そうすると、割とですね、短い足の方がこう、先に解きやすいって思って、結構短い足から判断される方多いと思うんですけれども、短い足ほど落とし穴がありますよと、だからぜひ気をつけてねと、そういう趣旨も込めて今回のお話をさせていただいています。で、種類株式発行会社についてなんですけれども、これはA ランク知識ということで押さえておいていただきたいことなんですけれども、種類株式発行会社においてはですね、株式の併合についても、あるいは株式の分割についても、各種類株式ごとに行うと、いうことなんですね。で、A 株式と B 株式を発行しているのであれば、A 株式の併合あるいは B 株式の分割というような形で行っていきます。こちらにも記載したんですけれども、たとえですね、全ての株式について併合をする、同じ割合で併合する、あるいは同じ割合で分割をすると、いうような場合であったとしても、それは単に各種類株式の併合なり分割をたまたま同時に行っていると、いうような形になりますからね。そもそも種類株式発行会社においては、各種類株式ごとに株式の内容自体が異なるわけですから、そうすると全く同じ割合で併合をする、あるいは全く同じ割合で分割をすること自体が実は公平ではないと、いう可能性もあるわけですよ。したがって、種類株式発行会社においては、併合も分割もそれぞれ各種類株式ごとのものだと、いうふうに考えてるんですね。はい、でそうは言ってもですね、各種類株式ごとで併合分割して、その公平は図られるのかってことなんですけれども、この各種類株式の株主間の公平は、これはですね、会社法322条の決議ですね、これも非常に重要なので、しっかり押さえておいていただきたいんですが、ある種類の種類株主の株主に、損害を及ぼす恐れがある場合の種類株主総会特別決議というのがあるわけですけれども、長いので一応会社法322条の決議というふうに言わせていただきますが、これがもう極めて重要で、この決議によって公平は図っていきますよと、そういうシステムになってるんですね。でこの会社法322条の決議重要ですので、さらに検討したいんですけれども、これも A ランク知識なわけですけれども、この会社法322条の決議はですね、これは定款で定めを設けることによって、そのような決議不要ですよと、だから322条の決議不要ですよってすれば、株式の併合をするとか株式の分割をするという場合であっても、この決議をいらないっていうことになるんですね。でただそれって極めて重要な事柄ですよね。本来種類株主相互のですね公平を図るために要求されている322条の決議を不要としてしまうわけですから、これは極めて、株主にとってはですね不利益ですよね。でしたがって、3つのことが問題になるんですけれども、極めて重要なのでぜひ押さえていただきたいんですが、1つ目としてはですね、当該定款の定めは発行する各種類の株式の内容になりますよと、要するに株式の内容そのものなんだっていうふうに考えてるんですね。要するに A 株式はこの会社法322条の決議が不要な株式なんだっていうことをちゃんと認識した上で A 株式を取得してくださいということなんですね。でそのために A 株式の内容になるわけですから、従って株式の内容として登記まで必要になりますよと、いうことになります。でそれから2つ目なんですけれども、これはですねその定めを設ける際の手続きの話なんですが、すでに発行されている株式にですねこのような定款の定めをするっていうことになるのであれば、もともとそういう、不利益があるということをですね、知らずに株式を取得しているわけですから、そのような定款の定めをするためには当該種類株主全員の同意が必要ですよと、極めて厳格な要件が要求されているということになります。でそして3つ目なんですけれども、で当該定めがある、だから例えば株式の併合あるいは株式の分割ですかね、行う際にこの322条の決議ですね、これが要求されてないと、だからそこで否決してしまうということができないにもかかわらずですね、その行為ですね、併合なり分割をすることによって、もしある種類株主に損害を及ぼす恐れが生じてしまったらどうするのかというと、その場合にはじゃあ反対株主というその反対するですね、その場自体がですね、設けられていないわけですので、もう直接的にこの株式買取請求ですね、これを認めていきますよと。いうことになるんですね。これが答えと、いうことでしょうかね。なるほど。そういう場合に株式買取請求が認められるんだなと、いうことですよね。先ほどの、ゲスト工場過去問の方ですね、確認しておきたいと思います。こちらになりますね。もう一度問題文読んでおきたいと思うんですけれども、株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められる時があると、いう足だったわけですけれども、はい、で、これ一応正しいのかなということですね。ちょっとクエスチョンマークつけさせていただきましたけど、一応正しいってことかってことですよね。で、今まで検討してきましたように、この会社がですね、種類株式発行会社で、ある株式についてですね、株式の内容として先ほどの会社法322条の決議が不要だという定款の定めが設けられていると。で、そのような定款の定めが設けられているにもかかわらず、株式の分割が行われて、で、損害を及ぼす恐れが生じたじゃないかと。で、そのような場合は、そうか、株式買取請求が認められるなと、そういうことに、なるのかなってことなんですね。で、じゃあこのクエスチョンマーク、これは何かと言いますと、これ今回のゲスト工場過去問の紹介にあたっては触れなかったんですね。だからいや全然正しいでいいじゃないのというふうに思われたかもしれないんですけれども、この年の問題文ですね、この足そのものではなくて商法の冒頭の部分にですね、注意書きがあったんですね。で、その注意書きがですね、ごめんなさい、ちょっとそのまま読み上げさせていただきたいと思うんですけれども、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして回答することと。いいですか？定款には法令の規定と異なる別段の定めがないものとして回答することというふうに記載されていたんですね。はい。で、そうするとどうでしょうか。これ一応ですね、これ株式買取請求認められるとすると、その会社が種類株式発行会社で、会社法322条の決議不要の定款の定めがあるっていう場合に、この株式買取請求は認められるっていうことになりますよね。この定款の定め、間違いなく法令の規定と異なる別段の定めに該当するのではないかなと、いうふうに思われるわけなんですね。で、なので、これ本試験の実際に出題された年の問題としてはちょっと疑義がある問題かなと、いうふうに思われます。で、ただ、そこのところを除けばですね、なるほど、いろんな場合があるんだな、いうことを検討するので、意味があるかなと思うんですね。で、ちょっと最後にもう一つですね、じゃあ実際に損害を及ぼす恐れが生じて、買取請求ができる株主はどういう株主なのか、ということを検討していきたいんですね。で、そもそもですね、先ほどから言ってますように、株式の分割って不利益なんだっけってことですね。損害を及ぼす恐れってあるんだっけってことなわけですよ。で、例えばですね、A 種類株式と B 種類株式を発行している会社で、そこに括弧書きで付けましたように、どちらも議決権のある株式だったとしますよね。で、この A 種類株式の方ですね、併合、株式の併合を行うとします。で、そうすると、これはA 種類株式だけ併合されると、議決権割合がですね、B 株式と比べて A 株式を有している株主減ってしまいますので、議決権割合が減ってしまいますよね。で、そうすると、これ A 種類株式を有する株主に不利益だなということで、原則として A 種類株主総会の、先ほどの322条の決議、特別決議、種類株主総会特別決議が必要だと、いうことになるんですね。で、もしその場合に、決議が不要だっていう定款の定めがあった場合には、当然ですね、株式買取請求権も A 種類株式を有する株主、これが取得すると、いうことになりますよね。で、それに対して株式の分割の場合はどうかと、同じくA 株式と B 株式を発行している会社で、先ほどと同じですね、どちらも議決権がある株式だったと。で、先ほどと同じように A 種類株式の方をですね、今度は株式の分割をしましたよと。で、そうするとですね、これA 種類株式だけ分割されるわけですから、 A 種類株式を持っている株主について議決権割合が増加しますよね。でそうすると逆にですね、分割されない B 種類株式を有している株主の方が不利益ということになるんですよ。なのでこの場合はですね、 B 種類株主総会の方の322条の決議、種類株主総会の特別決議が必要ということになるんですね。でそうするとこの場合にもしですね、会社法322条の決議不要ですよという定款の定めがあったという場合であればですね、これ株式買取請求権は B 種類株主の方が取得するんですね。すなわち株式の分割の場合はですね、これ株式の分割が行われる A 種類株式を有する株主の方ではなくて、むしろ分割されない方の株式を有する、すなわち B 種類株式を有する株主の方に買取請求権が認められると、そういう話だったんですね。で、最後もう一度だけ、先ほどの問題文、先ほどと同じ内容なんですけれども見ておきたいと思いますが、株式会社が株式の分割をする場合において株式買取請求をすることが認められる時があると、これは一応正しいという足なようなんですけれども、それは具体的にはどういう場合かというと、先ほども言いましたように種類株式発行会社である株式について会社法322条の決議不要の定款の定めがあって、でそれにもかかわらず、株式の分割が行われた場合なんだけれども、その場合にですね、買取請求を認められるのはその分割がされた方の株主ではなくて、分割がむしろされなかった方の株主ですね、これについて買取請求が認められるのだという話になります。短い問題文の中でですね、そこまで考えなければならないのは結構大変だよなというふうには思うんですね。なので、この足で判断できるようにっていうわけではないんですけれども、むしろですね、後日この問題をきっかけに、この辺の知識をですね、整理するのには、非常に勉強になる足ではあるかなというふうに思いますので、この機会に確認をしておいていただければと思います。それではまた次回ですね、過去問向上委員会の方をお楽しみにしていただければと思います。